NHK 埼玉放送局 NHK 埼玉放送局は日本放送協会の地域放送局の一つである埼玉県内向けに FM 放送を行っている AM 放送及び地上テレビジョン放送は関東広域扱いとして管轄の東京本局からカバー中継されているコールサインジャルプ f m テレビ中継局すべて 東京本局の中継局扱いとなっている。掲載は埼玉局の管理下にある埼玉県内の送信書限定。県南部、県東部の大半の地域は親局東京スカイツリーの放送エリアの目安である。デジタル1ワット以上の出力の送信書のみ掲載。1ワット未満の中継局については NHK 埼玉放送局公式サイトを参照。 報道別館首都直下地震による災害等で東京都渋谷区の NHK 放送センター及び都内の代替放送施設からの喪失が不可能になった場合埼玉放送局に隣接する施設から災害関連の放送を行うことができる当面はラジオ放送及びインターネットでの情報発信を行う訓練の意味合いから2013年9月1日に この施設からの放送が行われた。建て替え現在の埼玉放送会館は1966年、春工、地上3階、延べ床面積、約2460平方メートルの規模で、老朽化とスペースの狭さが問題となっている。前述の通り隣接地に報道別館を建設したり、後日のように営業部を一時的に、埼玉新都心に移動し、 共愛化したスペースを広げるなどの努力が行われている状況である。埼玉市民会館裏は移転後の跡地での建て替えを市に打診している。東日本大震災以降の経営計画では、新しく放送会館を建設する際、東京本局のバックアップ機能を整備し、敷地面積約3000平方メートルのベイユカ面積、約5000平方メートルの広さを確保した。 単独建設が望ましいことが記されている。向井が北側。ありがとうございます。